それではです、ね、私の方からです、ね、こちらのプロジェクトに関する趣旨の説明というのをまず初めにさせていただきましてその後です、ね、私が実施します主観指標の測定ということに関する部分について少しお話をさせていただきたいと思いますよろししくお願いいたします。 今回のプロジェクトなんですけれども、言葉の競争的なウェルビーングということでですね、あの、かなり野心的なタイトルをつけたなというふうに自分では考えています。というのも、ウェルビーングと言いますと、基本的には個人のものだというふうに考えられる側面が強いのではないかなというふうに思っております。そしてですね、その個人それぞれがウェルビーングを追いかけていったときに、何が起こるのか、この場の部分を測定することが大事なんだという、ある意味その個人のために場を引っかかが必要だ。 で、あの場を良くすれば個人も良くなっていくんじゃないか。あの、そういう枠組みで、今回のプロジェクトを立ち上げさせていただきました。で、その時にですね、一番あの重要視したかったなと思っているのが、あのこちらにも書いてあります、えー、競争から競争へっていう、あのコンペティションではなくて、コークリエーションだっていう、そういうあのスタンスで研究をしていきたいなというふうに思っています。 あの、これまでももちろん、ウェルビング、あの、私自身も幸福感という形で研究を続けてまいりましたし、あるいは、あの、いろんな技術のまあ産業界におきましても、今は本当にセンシングやビッグデータという形で、様々な技術競争というものも、あの、確立されてきているのではないかと思います。 しかしながらどうしてもこう、ウェルビングとか、えー、幸福っていう、まあ、ある種こう、ふわっとした言葉で、かつ、あの、それぞれの、まあ、センシングとなりますと、まあ、例えばその生態データであるとか、それぞれの、まあ、あの、動きの状態とか、そういうものを測定するという形でえで、どうしてもその個人というものにフィードバックをしていく。例えば今日自分がいい気分でいるかどうかとか、たくさん眠れたかどうかっていうようなことを、センシングしてフィードバックする。あの、そういう技術っていうのはかなり、あの、進んできたのではないかというふうに思います。 であのしかしながら一方で、まあ、そうした個人がウェルビングをそれぞれ追いかけていったときに、場がその状態に持ちこたえられるようになっているのかどうか、この設計に関してというのは、実はあまり技術的なところが進んでいないと思います。 そしてですね、まあ理論的に言えば、個人個人がそれぞれ、あの、ウェルビングを追求する中で、あの、当然のことながらこうコンフリクトが起こったりですね、あの、足の引っ張り合いみたいなのが出てくるんじゃないかっていう懸念は皆さん持たれるところではないかと思うんですけれども、まあそれに関しても、なんかそれを技術的に回避しようっていうところまではまだ言っていないのではないかなというふうに思っていました。 で、そこで、もちろんその個人をセンシングする技術っていうのは、もう本当にこう先行技術として、あの実際確立し続けていますし、これからもより良いものになっていくというふうに確信が持てるわけですけれども、まあ、あの、そこでですね、あえて場をきちんと測定をしたい。場の状態っていう、あの、非常にこうふんわりしているかもしれないけれども、私たち一人一人の行動に確実に影響していくような、その場の状態を測定していきたい。で、そこでによってですね、あの、 幸福を追いかける、ウェルビーングを追いかける個人個人が状態が、えー、いわゆるそのコンペティティブな状態ではなくて、お互い同士が、えー、より価値を高め合うような、アイデアが創発するような、そういう場を作っていくっていうのが、えー、何が必要なのかということを特定していきたいなというふうに考えています。 私自身は社会心理学が専門で、特に比較文化ということをずっと研究の関心として持ち続けてきました。まあ、こうしたその社会心理学的な理論に立脚しながら、個人が感じるとか意味付けられるっていうものと工学的な技術を連携させることによって、真に人に求められ、持続可能かつ必要性の高い技術が開発できるんではないか。こんなふうに考えています。 でえっと、今回の,その、えー、プロジェクトの目的としましては、えー、先ほど申し上げました通り、えー、多様な個人の最適化を場で支えたい。でその場がどんな風になっていれば、えーまあ、個人の幸福を支えているのか、ということを、まあ、あの知りたいというふうに思っています。 で、これまではですね、えっ、ー、と、私自身も実は、あの、個人の幸福っていうことと、まあ、集合的なウェルビング、あの、集団全体になった時にどんなふうにウェルビングを実現していくのかっていうことについて、まあ、これまで、あの、5、6年研究を続けてきたんですけれども、あの、どうしても、集合的とか場のウェルビングと言いますと、個人がこう、犠牲になってですね、場の全体を良くするために、個人個人が犠牲になって、まあ、場のために尽くしなさいというようなメッセージに、えー、受け取られたこともあるのではないかというふうに思っています。 でも、そうではない。実際に研究を続けていくとですね、そういうことではなくて、大切なのは、個人が一人一人の生きる力であるとか、幸福感を発揮していくためにどういう場が必要なのか。 それを考えることそのものがやっぱりバロンウェルビーングではないかというふうに思っています。つまり個人を支えてくれるのが場のウェルビーングだし、場のウェルビーングというのは個人のウェルビーングの総体として成り立っているのではないか。そんなふうなデザインをしていきたい。でもちろんそれがうまくいく場合もあれば、うまくいかないような場もあると思います。 あの、すごくわかりやすい例で言うと、職場の状態とかでですね、あの、誰かだけすごく幸せで、後の人がすごく大変みたいな、あの、そういうことっていうのは、あの、時々発生してしまう、残念ながら、あの、そういうことがあるんだと思うんですけど、あの、それをですね、場の状態であるとか空気感とか、あの、どの発言がトリガーとなって、その空気感が悪くなってきたのかどうか、みたいなことを、あの、きちんと追いかけることもまたできるのではないか。 それによって一人一人がよりですね、自分の力を発揮したり、あの考えを述べたり、あるいは働きがいというものを見出したり、そういうこともできるようになるのではないかというふうに思っています。ですので、あのまあ、現在その高度なセンシング技術というものがあると。 まあ、しかしながら一方でこれらが何を図ってるのかわからないとか、どこでどう活用していいかわからないとか、まあ、個人としては何かメリットがあるかもしれないけれども、あの、バドン全体として結果的に良くなったのかどうかが見えないっていうような、そういう状態があったと思いますので、そこにですね、やっぱり今、あの、制度とか政策決定とか、あるいはその会社の職場としての意思決定なんかを支えるような、ウェルビーングの測定っていうのができないかということを考えています。 ですね。あの、まあ、先ほども申し上げた通り、やっぱりあの、これまでの先行技術の難しさというのは、やはりその個人それぞれが頑張ってくださいっていうメッセージにはなるわけですけれども、そうすると、どうしても例えば職場の状態とかですね、あるいは地域の状態っていうのをどう変えていくのかっていう,ふうに届かないっていうことと、それからですね、もう一つはですね、この左下にも書かせていただいたんですが、共有地の悲劇とか社会的ジレンマというように、まあ、あの、社会科学の中では非常にこう大きな課題が生まれるということが知られています。 これはどういうことかというと、ま、例えば、あの、みんながみんなですね、お互いに協力関係を持たずに、自分でやりたいことだけをやっていた場合に、そこにあった資源というのが結果的に失われて、で、環境が状態が悪くなる。 で、翻って、まあ自分も最終的には、そのウェルビングが得られないっていう、まあ、いわゆるその共有地の悲劇みたいなものが起こっていったりする。であるいは、あの、先ほども申し上げたような例で、まあ、ある人が一人勝ちで幸せになってしまう。で、その人の周りにいる人がみんな大変。で、こういう状態がなってしまうと、やっぱりじゃあ、あの、ウェルビングって一体何なんだろうということに、あの、考えなければならない問題に、あの、必ず突き当たっていくと思います。 でこうしたことというのは特にその格差が激しい社会というのはう、まあ、例えばアメリカなんかでは本当に現実的になっていて今の,あの大きな社会問題にも、えー、なっていると思います。えこうした中でその個人と場というのを両方を同時に考えていこうというようなことであるとか、えー、やはりその人文社会科学と技術との連携ですねあのこうした新しい知見を広げることによって日本初の発信というのもできるのではないかというふうに思っています。 で、えっと、研究開発体制といたしまして、まあ、私が、あの、統括と主観指標を担当しているんですけれども、えー、そこにですね、えー、本日、あの、ご登壇いただきます3名の先生方に、それぞれ、えっと、グループリーダーとして入っていただいております。えー、フィジオセンシング PS 班で中山正孝先生、えー、それからソーシャルセンシング班で荒牧、えー、英二先生、えー、アーバンセンシング班で吉村雄二先生、それぞれ入っていただいてですね、あのー、センシングっていうものの上に、それぞれフィジオ、ソーシャル、アーバン、<laughs> っていうちょっと面白いタイトルをつけました。アーバンセンシングってすごく私かっこいい用語だなと思っていてあの、街の状態を測定するっていう、まさに場っていうものをあの自分たちの身近なところからどんどん広げていったときに、街とかあるいは地球みたいなことだってあの考えられるんじゃないか。そんなふうに、えー、ウェルビーングの夢を、えー、広げていきたいなというふうに思っています。 でえー、各班の実施事項といたしましては、まあ、やっぱり基本的にはウェルビーイングの要因というのをきちんと考える、その際に、えー、個人を支えるウェルビーイングの要因と、えー、場のウェルビーイングを支えているような状態というのを両方見ていきましょうということを考えていきたいと思っています。で、私は主観指標なので、えー、主観的にあの測定をする部分というのを提供して、えー、それぞれの班で測定されるあのセンシング技術というもの,の,ものと、まあ、くっつけてです、ね、で主観、個人の主観というものが一体どうなっているのかというのをきちんと理解していただくようなものを作っています。 作りたいいと思っていますで。それぞれの班の先生方からまた後でプレゼンテーションで紹介があると思うんですけれども生、えー、理反応であるとか言語コミュニケーションあるいはどの街に暮らす人の動きみたいなものを直接測定するっていうことを通じてですね私たちがどんなふうに良い場を作っていけるのか、まあ、個人の幸福っていうのがどんどんこう伝播していくっていうのが私が目指すような幸福感の状態なんですけれどもあのそういうものが実際に成り立っているのかどうかっていうのを測定していきたいと考えています。 はい。そうですね。で、その際には、あの、それぞれの班がもちろん、あの、ある程度独立して、えー、研究を行いながらも、そこに、あの、まあ、横串っていうんですかね。あの、連携をするためにも、えー、その主観的な指標であるとか、社会科学の知見っていうのを、まあ、お使いいただくことによってですね、えー、それぞれで、え、センシングを得られたものが、まあ、こんなものを得られたけど、これは何だか意味がよくわからないねっていうのではなくて、えー、きちんと意味付けて理解できるような、そういう統合の仕方っていうのを考えたいというふうに思っています。 そうですね、このウェルビングっていうものを、まあ、測定できたことをどう意味づけるかっていうのが多分実は一番大切なところではないかと思っていまして今本当にビッグデータでも何でもいろんなことがセンシングデータで取れていくわけですけれども取れたものに対して実際どう理解していくか。 取り組んだらいいいののかっていうのは、実は結構私はは難しいいい問題があるのではないかと思っています。まあ、私自身もあのスマートウォッチ使っていましてあのどれぐらい眠れているかとかですね今日何歩歩いたかとか全部計測をいつもしてフィードバック毎日見たりをするんですけど、まあ、例えば今日のあなたの睡眠はやや悪かったですとかいうのは何日も何日も続いているっていうフィードバックをもらうことと。 自分が現実になんか眠たいなとかだるいなと思っていることっていうのは必ずしもいつも一致するわけではないなということを感じています。でその時にどちらの声に私は耳を澄ませるべきなんだろうと <laughs>。えー つまり眠れてないですよっていうこのセンシングデータの声に耳を澄ますべきなのかあるいはいやあまり眠れてないかもしれないけどなんか私元気だしとりあえず、まあ、そ,のその主観に頼ろうかっていうどっちを取ったらいいのかなって本当に実は難しい問題なんだと思いますで結構人はなんだかんだってそういう時に主観を取ってるんじゃないかと私は思うんですねでその主観を取り続けることでもちろん知らない間に働きすぎていたり知らない間に眠れてなかったり本当は枕を変えた方がいいのに変えられていなかったりっていうようなことがあるのでそういう意味で客観のデータっていうのは非常に私 私は重要だと思っていますただ一方で客観のデータだけだとやはり人は納得して動くことはできない、えー、あなた眠れてませんよっていうサインだけではなかなか難しいわけですそこにあ確かに最近ちょっと頭が痛いなとか、あのー、なんか時々ぼんやりするなっていうような主観が伴って初めておそらく今日は残業せずに寝ようとかですねそういう意思決定をするのではないかと思います。そういうい意味で あの意味づけるっていうことと、あの主観っていうのを見比べていく。あるいはそれをもう少しその個人の主観のその眠たいな、しんどいなっていうだけではなくて、え外から見た時にもこの人なんか最近しんどそうだな、みたいなえ、そういう形のフィードバックっていうのも、あの当然あり得ると思います。 で、将来展望といたしましては、まあ、こうした、あの、応用技術っていうものをですね、あの、今はもちろん、あの、大学から発信をしてっていう形で、あの、基本的には進めていくんですけれども、あの、産業界、行政、NPO っていうのを巻き込みながらですね、え、この言葉のウェルビング作りっていうのに取り組んでいきたいというふうに考えております。では、続きまして、私の方から、え、あの、引き続き、主観指標班の取り組みということについて、え、お伝えをしたいと思います。 私の班で考えているこのウェルビー e i とはという問いについてですね、一応こんなふうな回答をお持ちしました。新しい物差しあるいはコンセプトというふうにまずは大きく言うと定義できるだろうと。場の状態を測定する、あるいは個人がいい状態かどうかっていうのは、あの、もちろん健康や経済状態というようにですね、より客観的な指標で測定をしていくことっていうのが、あの、長らく使われてきたのかなというふうには思います。一方で、まあ、 良い、あの、総合的になんか良い状態だっていうようなことっていうのは、なかなか測定してこなかった部分もあると思います。でこれ、ウェルビーングっていう概念に入れることによって、より広くですね、あの、よりよく生きている状態とかいうものを捉えることができるのではないかというふうに思います。 であのこの際ですね、時々これもいただく質問なんですけど、あのハッピネスとか幸福感っていうものと、えー、どう違いますかっていうのをご質問いただくんですが、えー、ハッピネスや幸福感っていうのは、まあ、感情状態、今日私幸せですっていうような感じとかですね、私の人生幸せでしたかっていうようなあの状態や評価っていうのを表すものだと思うんですけど、それよりはもう少しウェルビームのが私は広い概念かなというふうに思っています。なんかいろいろしんどいことがあるけれども、結果的に良かったなみたいなこととか、えー、なんか毎日例えば、あのー やってるルーティンワークというのがしんどいけれどもそれが自分の生きがいとか存在価値なんだなという,ようなことも含めてウェルビーングといいいいううののはは議論でできるのではないかというふうに思います。であの主観状態がそういう意味で言うと非常にこう重要なんだけれども、えー、客観状態の測定との連携によって深掘りもできるそういう概念であると思います。 また、場とは何かということに関して言いますと、まあ、基本的には、えっと、まあ、文脈効果というふうに私は呼んでいまして、あの、個人の集合、例えば5人が集まったら、その5人のそれぞれの持っている空気感とか、えー、意見とか、そういうものがあると思うんですが、えー、それがですね、まあ、要は1、1たす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 1が5にはならないと言いますか、5人揃うからこそ初めて出てくるものっていうのがやっぱり出てくる。これを文脈効果っていうような、まあ、いわゆるその場所でしか創発しえないようなものっていうのが出てくると思います。 まあ例えば今回の取り組みにしましても、私は社会心理学で文化心理学で、私だけで考えていると、まあここまでぐらいかなみたいなものがですね、例えばその街っていうキーワードで考えたらどうですかっていうふうに、そういう場で考えていくと、ちょっといつもとは違うアイディアが出てきたりで、その出てきたアイディアっていうのを皆さんにフィードバックすることによって、今度他の人からも違うものを引き出すことができるかもしれない。でこれがまあいわゆる場だろうというふうに思います。 で想像しやすい範囲としてはもちろん職場とか地域とか、えー、ある程度の,あの範囲の個人の集合体というのを場としては測定もしやすいし、えーあのまあ、想像もしやすい範囲だろうというふうに思います。でまあ、空気感や価値観の共有現実を生み出すものとして定義することができると思います。 で、じゃあ、場とウェルビーングってのを掛け合わせたときには、やっぱり、あの、未来に向かって私たちがいろんな形で思決定をするときに、自分のウェルビーングも去ることながら、他の人のウェルビーングも一緒に考えて、で、より良い場を作っていくにはどうしたらいいか、そういう議論に皆さんが参画していくことっていうものにもなるだろうというふうに思います。 であのこれも最初の部分でも申し上げたことなんですけどやっぱり個人が幸福になるにはっていう問いだけで進んでいくと、えー、どうしてもです、ね、あの社会っていうものの現実っていうのがなんか置き去りにされてしまうあの互いに例えばみんなでどんどん個性的な意見を言ってくださいとか言っ,て言ったとしてもです、ね、あのその場の空気感があまりそういう突飛,で突飛な発言とかを許さない空気感になっていればおそらくみんな抑えてしまうということがあるわけですよね。でまあ、こういうううういいコンフリクトも生じるとすれればばどどやってどういう場を作ればじゃあ それぞれの個人個人がより良い意見を出せるのかみたいなことを考えていくことっていうのは非常に重要でそのためには個人の状態と社会の状態っていうのは同時に考えないといけないと思います。 でそのまあ、もともとの発想っていうのは、やっぱり私自身が基礎研究として続けてきた、この文化心理学の発想で、えーまあ、個人の心というのが、えー、いわゆるその文化や価値観、あの生態環境も含むマクロな環境要因と切り離せないんだ。その中で私たちは意味を見出して、えー、活動していくようになるんだっていう、まあ、こういう理論的なスタンスにあの大きく言うと基づいています。 で私の,、まああの研究のバックグラウンドとしては、まあ、そこでまあ日米比較なんかをずっと行ってですね、まあ、日本的な幸福感みたいなことをあの研究してきましたで。特に日本ではやっぱり場がすごく重要で、あの自分だけが幸せすぎると本当になんか居心地が悪いという風に感じる人が多かったりですね、いいことがあっても周りにあんまり言わないとか、逆になんか隣の人のため息にはすごい敏感だったりとかしますよね。でそれが あの大人になってからだけではなくて、本当にあの子どものうちから私たちはなんかすごくこう空気を読むということを求められていて、場の状態ということに非常にこう敏感であると思います。で、そうした中でやっぱりその、まあ、いわゆる私は協調的幸福感とか言ったりしてるんですけど、その場,と場の状態の中でも自分のウェルビーングをしっかり追いかけられることっていうのが、おそらく今の日本社会の中では大きな課題になっているのではないかというふうに思います。 まあ具体的に言うと、自分のウェルビーングっていうのが、単に自分だけで閉じてしまって、えー、自分だけが嬉しくて、周りの人には迷惑かもしれないと思ったら、みんなウェルビーングを表さなくなる。 ところがもし自分の状態というのが他の人にもうまく伝播をして、要は私が幸せだったら隣の人も幸せになるかもしれない、それによって翻って、社会全体も幸せになるかもしれない、で自分もそれによって恩恵を受けるというような、そういう,こうサイクルが見えればです、ね、あのうまく自分のベルビーングっていうのを他者にも伝えたり、広げたりということができるようになるのではないかと思います。 それはなんだか、こう、えそらごとのように思われるかもしれませんが、実際にはですね、私たちが、あの、以前、JST のリステックスのプロジェクトで、地域の研究をやっていたときにはですね、あの見えてきたこととして、やっぱり地域社会の中で感じている幸福というものが、あの、周りの人との信頼関係っていうものに、こう、きっちりと支えられていればですね、それは、 あの、自分もその社会のために何かやってみようっていうような、こう社会的な行動、まあ、些細なことでも地域のためになれることを提案してみようとか、あの、そういう行動にもつながってるということが見えてきました。つまり自分の個人の幸福の状態っていうのが、ある意味いろんな人とのつながり、で、ここにも、まあ、多様な他者への寛容さっていうのを入れたんですけど、他のいろんな人の意見を聞いていくこと、多様な意見の中で揉まれること、でそれを通して、まあ、実感としてですね、あ、自分の幸せが、 例えばその自分は幸せで頑張ってみたい。だからこの地域を愛してるし、で、こう愛してる地域に還元しようと思って、例えばそのお祭りとかにの、まあ、実行委員として頑張りました。<laughs> みたいなそういう経験がですね、ほとんどうまくその個人のウェルビーングがまさに外に広がっていくっていうような、そういうことも、あの、地域の中では時々起こっている。あの いつも起こってるわけではないんですけれども、時々起こっている。では、その短所何なのかの捕まえてみたいですし、どういう場所ではそれが起こっていて、どういう場所では逆にそれが起こりえないのかみたいなことをきちんと測定していくことも大切なのではないかと思っています。でそのためにも私たちは、まあ、あの主観指標っていうのをきちんと測定をして、場の状態と主観的なその個人が感じている状態というのは両方を測定していきたいというふうに思っています。であのー まあ主観の指標と言いますと、どうしてもですね、なんかただアンケートを聞いて幸せですかって聞いてるだけじゃないですかみたいなことを言われることもあるんですけれども、実際に指標をきちんと測定をして、どういうアンケート調査を設計して、どういう 形であの形で調査を進めるかというのはもう本当に技術的なことです。あの心理学はそれを本当にあのこれまで何年もかけて技術として確立した,した面があると思います。でこれがまあセンシング技術とうまく連携することによって、まあ、本来的に私たちが目指すべきものっていうのを見ることができるのではないかと思います。まあ、最後、これが最後のスライドなんですが、えー、主観の外にあることを理解することが大切な場合ももちろん多くて、えー、例えば横に座っている人が幸せかなとのを知ろうと思ったら本当に あの、なかなか聞くわけにもいかないこともあって、あの、なんとなくその人が出してる表情とかですね、仕草、あの、眠そうにしてるかどうか、そういうことをこう読み取りながら頑張って理解しようとするわけなので、そういう時には多分センシングデータの技術ってとても大切になるとは思います。だけれども、やっぱり自分の幸せっていうのは、自分が実感して意味を持つんじゃないかというふうに思います。人に決められることでは、 ないといとととううことだったと思うんですねで。人に決められることではないし自分の知らないところで感じているあなたは幸せなはずですよって言われてもいやでも実感が伴わなかったらそれをまあ周りのためにも使いましょうっていうふうにはなかなかやっぱり思えないそういう意味で主観ってやっぱり私はあの無視できないんじゃないかというふうに思いますで実際自分で自分の状態を知ることは本当に簡単なわけではないんですねあのよく知ってるようでよくは知らないそのために主観指標をどう聞くのかっていうようなとこに技術っていうものが必要なんだと思います そしてあの主観っていうのがやっぱり私たちの行動につながっている何かを動かすことがあるわけです。ですから、まあ、センシングしてきたものっていうものとえ自分の今日の気分や調子あるいは、えー、会いたい人話したい人が将来いるか思い出すこと考えること、えー、そんなものをこうあの含めてですねあの幸せの実感として、まあ、周りに伝えていくような伝播させるような幸せっていうものにどんなふうにして変換されていくのかっていうことを追いかけていきたいなというふうに思っております。 はい。あの、以上です。あの、これは私のウェルビングに非常にこう、大事な鴨川の風景です。はい。ご清聴どうもありがとうございました。